俺は信じねえぞ。サンジのやつが俺たちを裏切るわけねえ。分かってる、落ち着け。ルフィ、話は聞いたぞ。サンジのやつが敵を手引きしたそうだな。うるせえ、そんなの嘘だ。どうだかな、てめえ。やめろベジータ。ルフィも落ち着け。ルフィがサンジを信じてえ気持ちは痛えほどわかる。ルフィ、あのバカもコズミックキューブに操られてるんじゃねえのか。ルフィ、だったらどうすんだ。ただじっと待ってんか。ちげえだろ。ああ、サンジを見つけてぶん殴って正気に戻す。そうだ、悩んでたって仕方ねえ。ああ、よっしゃ、サンジ待ってろよ。おい待て、ルフィ。サンジを探しに行くなら俺も連れて行け。手を貸してやる。しょうがねえ。おめえも行くか。ふん、ふん、はよし、ここだ。うわ、吹き飛ばすぜ、邪魔だぜ。ふん、ふん、
ッサービング粉砕するぜ。吹っ飛びな暗闇戻る決めるぜ。なやあ、君か。何をしているのかって？実は長官に頼まれてアンジェラを探している。サンジと共に彼女も姿を消したんだ。以前ベジータが戦場で操られていた者たちは出撃前にサンジと会っていたと疑っていたが、僕が睨んでいたのはアンジェラの方だ。一連の騒動は彼女がこのベースキャンプにやってきてから始まった。これからそのことをみんなに知らせる。君は引き続きサンジの行方を追ってくれ。誰かと思えば。どうやらお前もサンジを探しているようだな。これを見ろ。サンジらしき男を見たという情報があった場所だ。世界中から情報が来てんのか？どうやって本人を見つけりゃいいんだってばよ。落ち着け、ナルト。だってよ、今のこの状況が敵の狙いなのかもしれない。レプリカを使い
大川を撹乱している。まずは正確な情報だ。そうだな。俺たちがしっかりしねえと。転送完了しました。おっと、誰かと思えばいつぞやのガキじゃねえか。え、降りたきゃ俺を倒していくんだな。やるようになったな。楽しませてくれるじゃないか。だがあいにく俺も忙しくてな。今日のところはこの辺でおさらばだ。あばよ。せはははは。大丈夫ですか、マスター。長官からです。無事か。はい、マスターは無事です。たった今黒ひげとの交戦を終えたところです。サンジさんらしき姿を目撃しましたが逃げられてしまいました。そうか、わかった。ひとまずベースキャンプへ戻ってくれ。了解しました。これよりアンブラスベースへ戻ります。マスター、早く戻りましょう。転送完了しました。マスター、レプリカです。やはり、サンジさんは。
ちょうどいいところへ来てくれた。サンジの行方を追っているところすまないが、悟空たちアルファチームが現在フリーザと交戦中だ。君にも救援へ向かってほしい。戦争完了しました。おいいとこに来てくれたな。フリーザ、覚悟しろ。さすがの私も三人相手は骨が折れますね。だったらこういうのはどうでしょう。何？あっちもこっちもフリーザだらけだ。レプリカか。ベノムズの指揮官であるカインお近づきになりましてね。驚かされましたよ、あの本の力には。本？カインの持つ黒い本のことか。察しがよろしいようで。あの人の持つ黒い本オニキスブックとあなた方が懸命に集めたコズミックキューブのおかげで忠実な手下を手に入れることができました。ウィザー、おめえカインに協力して何企んでんだ。あの人が何をしようとしているかは知りません。私は彼の力を利用しているだけですからね。この星の生命体を根絶やしにするために。ソン、これ以上奴のざれ言に耳を貸すな。ああそうだな、行くぞ。さあ皆さん相手をしてやりなさい。所詮偽物はこの程度ですか。本物のおめえにだって負けねえオーラたちが。偽物に負けるはずねえだろう。ほざけ。行くぞフリーザフリーザー、今度こそおめえの負けだ。それはどうですかね。これからがお楽しみの始まりですよ。何のことだ。それはすぐにわかりますよ。待てフリーザー。せいぜい楽しみなさい。待つんだソン。フリーザの言葉が気にかかる。一旦ベースキャンプに戻り長官に報告だ。しょうがねえ、わかった。戻るぞ。どうなってるんだってばよ長官。世界各地で黒ひげとおぼしき者が暴れているとの報告が届いている。黒ひげのやつが。フリーザの言ってたレプリカか。どうやらそのようだ。フリーザに続いて黒ひげもベノムズと手を組んだと考えていいだろう。偽物ならどうってことね。だが数が多すぎる。ここはみんなに手分けしてことに当たってもらう。よし、片っ端から倒してやるってばよ。頼んだぞみんな。ちょっといいか。君にぜひお願いしたいことがある。
いつもと違って静かでいいわ。騒がしいJフォースの連中もいなくて気分がいいね、サンジ。ああアンジェラちゃん、やはりこういうことだったか。あら、みんな出撃したはずじゃなかったの？ええ、みんな今頃レプリカと戦っている頃ですよ。僕を除いて。それでアンジェラ。アンジェラ？ああそうね、この子はそんな名だったわね。どういうことだ？姿は少し変えているけれど、この子は私のレプリカ。私の思うままに動く操り人形よ。つまり今の君はアンジェラではないということか。ええ、そうね。私の本当の名はガレナ。カインと一緒にいるの。自己紹介はこの辺でいいかしら。やることがあるの。みんなが出撃するのを見計らい、手薄なベースキャンプを叩く。種を明かせばどうということはない。ええ、そうね。それでも結果はご覧の通り。私の思い通り、花火はまだまだ続くわよ。他の J フォースたちが異変に気づいた頃にはもう帰る場所はない。さあそろそろあなたにも消えてもらおうかしら。そういうわけにもいかないのさ。これは。待ってたぞサンジ。やるじゃない。シンプルながら悪くない仕掛けだった。そうね。サンジ、前に出なさい。サンジ。サンジ、目覚まさせてやるぞ。デイハット竜の息吹。楽しい時間もおしまいね。なんだこりゃ。サンジさん。アンジェラちゃん。サンジさん。のおかげだルフィ。それとありがとな。サンジ。バカやめろ。いてんだよ。世話かけやがって。おお長官、サンジが正気に戻ったぞ。そのようだ。迷惑かけちまった。すまない。それでベースキャンプの方の被害は。
アンジェラの所持していたオニクスロックらしき黒い本が爆発を起こし、研究施設がやられた。だがそれ以外の爆発はみんなが食い止めてくれた。サンジ、気にすんな。俺が一緒に謝ってやるからよ。すまねえ。どうしたんだ。ああ、ライトか。彼にはガレナの行方を追ってもらった。彼ならきっとやってくれるから。なあ、サンジ。久しぶりにうまいもん作ってくれよ。ああ、とびっきり性能つくディナー作ってやるよ。俺を操りやがったクソ野郎ども。お返しもしなくちゃ気が済まねえしな。やったー。ようやく戻ったか。ええ。それで守備はどうなんだ。ベースキャンプ機能の完全停止にまでは至っていないわ。お前にしては珍しいな。で、どうするつもりだ。彼女のことは少し待ってくれないか。お前は一般人が迷い込んだというわけではないようだな。ああ、僕は八神ライト。あなたに話があってやってきた。俺を倒しに来たわけではなさそうだが、いいだろう。話を聞こう。今回彼女の作戦は惜しくも失敗した。あなたのせいでね。しかしアンブラスベースに少なからずのダメージを与えた。それに加えて大量のコズミックキューブを入手し、そのおかげでレプリカの大量生産もそうだろう。それで収穫はゼロではなかったということか。お前の言っていることは正しい。だが矢が見ないと、なぜお前がガレナをかばう。簡単なことさ。彼女はベノムズにとって必要な戦力。ベノムズがこのままいてくれることは僕にとって都合がいいんだ。ふん、面白い。ガレナ、こいつに礼を言うことだな。ヤガミライト、お前をベノムズへ迎え入れる。感謝するよ。よく来てくれた。アンジェラ、いやガレナが持ち込んだオニキスブックらしき黒い本によって研究施設が爆破された影響で一時的にベースキャンプのシステムがダウンした。現在全力で復旧作業を進めている。状況は厳しいが、みんなには引き続き尽力してほしい。ありがとう。早速だが新たな任務だ。フリーザ黒ひげに続き、ジャンプ世界から現れる敵たちがレプリカを率いて世界中で暴れている。指揮系統の混乱、戦力の消耗も見られる現状だが、奴らに好き勝手させるわけにはいかない。君にもぜひ協力してもらいたい。期待しているぞ。
よっせやアバンストラッハロー、アバンストラッハロー。ソラ、よっ、はあ、お前の負けだ。俺の戦い方見せてやるよ。余裕の息吹。まだ余裕だ。どうだ。でやでい。でや。ゴほら。おりゃ。よし。うわ。そこだ！ちゃんと俺についてきたよね。よっ！はっ！まだまだ！の手だ！ゴー！ほっ！
だらけ。奥の手だ。くそ。決める。うわそこだ。ヘッ、5艇13隊13番隊副隊長朽木ルキア、いざ参る。はっ、よっと、この手だ。そこだ。そこだ。仕方ねえ、やるか。せっ、へっ、ちょ、今だ。ありゃあ、ちょ、悪く思う。一刀流、いよい、シシソンソン。うわっ、こっちで。うわ、これで終わりだ。うわ、三刀流。うわ、俺が相手だ。向かってくる奴は老若男女区別しねえ。
ら下がってろ。闇に飲まれるぞ。俺の時代だ。ついてこい。ゼハハハハ。竜の息吹。少々遊びすぎましたかね。ん？おや、誰かと思えば、今度こそ殺されに来たんですか？おやおや、本気で私を倒そうというんですか？いいでしょう。では、面白いものを見せてあげましょう。なんと、あなたが尊敬する方のレプリカも作れてしまうのですよ。オニキスブックとキューブの力には驚かされますね。
パリでの戦いの報告は受けている。よくやってくれた。だが、フリーザは逃亡し、世界各地での被害が収束したわけではない。喜んでいられる事態ではないでしょう。確かにな。私と同行してほしい。アジアエリアにヒソカが現れた。ベノムズに加担しているかは不明だが、好き放題されると厄介だ。君の活躍は調べさせてもらった。その上で、君は信頼に足る人物だと判断した。Jフォースの戦力も限られている今、君にも前線に出てもらおうかな。そうか、よろしく頼む。転送完了しました。いや、僕に何か用かい？ひそか、誰と会っていた？秘密。やはりベノムズと手を組んだか。それも秘密。ただ、僕は楽しみたいだけなんだよ。お前の都合はどうでもいい。正直に話せ。話さなかったら…拉致が開かないな。ほら、楽しめるだろう。素晴らしい。待て、そいつはキューブに操られてない。それに意識も失ってはいない。そうだ。やっぱりバレちゃう。ここで終わりにしちゃうのはもったいないから、もう少し待つとしよう。果実が意識に乗るの。そうか、話せ。私に何か用かな？あなたに贈り物があるの。気に入ってくれると嬉しいわ。悪いが、お前たちの仲間になるつもりはない。仲間か。安心しろ、そんなくだらないものは求めていない。俺が求めているのは破壊だ。世界は作り変える必要がある。そのためには一度破壊しなければならない。お前の言っている世界とは、私がいるこの世界も含まれているのか？俺が興味あるのはあくまで現実世界だ。だがそのためにはこの世界から呼び寄せる必要がある。お前のような混沌をもたらすよ。私の力は知っているというわけだ。しかし一つ聞いてもいいか。現実世界を破壊した後、私がいるこの世界はどうする？お前の好きにするんだ。キリッと、いいだろう。ここは私にとって都合のいい世界とは言い難い。ちょうど変えたいと思っていたところだ。
おい待てよルキア。グズグズはしておられぬ。わっ、なんだ貴様。召喚戻りました。やはりヒソカはベノムズと接触していました。やはりそうか。どうやらあんたの考えは間違いないみてえだな。ベノムズは現実世界に混乱を呼ぶ奴らをジャンプ世界から集めようとしている。そうと分かれば急ぐぞイチゴ。それからお前何をほうけておる。さあ行くぞ。アイゼンが香港に現れたっていう情報が入った。本物なのかレプリカなのかは不明だが、どちらにせよ放置はできない。行ってくれるか。頼んだぞ。行くぞ、ルキアが待ってる。ゆっくり行くとしよう。どうやら焦ってくる必要もなかったみてえだな。ああそのようだな。そうだ、お前は冷圧を感じられぬのだ。所詮偽物は偽物だ。騒ぎ立てる必要もない。俺たちが出てくるまでもなかったな。愚かな偽物だ。あのアイゼンが感情に任せて剣など抜くものか。見えるかね。ほら、どうか。見たまえ。爆動の80日。中の手だ。か。さあ、帰るか。まさか、今の冷圧は。イチゴ。ああ、間違いない。帰るぞ。戦いはこれからだ。遭遇したアイゼンはレプリカであったが、帰り際強大な冷圧を感じた。あの冷圧は本物のアイゼンだ。つまりアイゼンが自身のレプリカを使っていた可能性もあるということか。分かった。引き続き警戒は怠らぬように。厳しい戦いはまだこれからだ。ちょうどよかった。君に任せたいことがある。ガレナがレプリカを率いてサンフランシスコに現れたという報告が入った。あの女の目的は不明だが、このまま放っておけば壊滅的な被害が出るだろう。ミドリアと共に向かってくれ。行きましょう。転送完了しました。あら、またあなた。随分と可愛いお友達を連れているわね。お前たちの目的は何なんだ。一体何のために世界中で暴れ回っている。それを知ってどうするの。まさか協力してくれるのかしら。するわけないだろ。可愛いわね。いいわ、教えてあげる。私はね、そう、この世界に飽きてしまったの。感情や欲望を押し殺し、退屈な毎日を平和という言葉でごまかして生きている人間たちを見ているとつまらなすぎてもう耐えられない。それに力ある者が
力なき者を守るなんて理解に苦しむわ。なぜ我慢するの？力ある者が自らの欲望に従順に思う存分力を振るう。それによって生まれる憎悪、絶望の連鎖、感情のぶつかり合い、それが最高にそそるでしょ。私はそんな世界を見ていたいの。だったら力のない人たちはどうするんだ。そんなの私の知ったことじゃないけど。そうね、強くなればいいんじゃない。彼のそれができないならおとなしく死ぬしかないわね。違う、そんなの間違ってる。力は誰かを助けるために、守るために使うものだ。だから人は強くなれるんだ。あら、何も守れなそうなあなたがヒーローみたいなことを言うのね。だったら証明してみせなさい。見せてやりましょう。どこ見てるの？これならどうかしら。ユウの息吹。これならどうかしら。これならどうかしら。くそ。何するのよ！あら、人は見かけによらないのね。あなたを見ていると昔の彼を思い出すの。どういうこと？カインは元は人間だったの。彼はあなたたちと同じ正義とかのために力を使う暑苦しくてつまらない男だった。だけど信じていたその正義が彼を裏切り、愛する妻と娘の命を奪った。彼が正しいと信じていた者が愛する者たちを死に追いやった。あの時の絶望って最高だったわ。彼はその時気づいたみたいね、正しい力の使い方を。だからそれを自分のために使うことにした。新しい世界を作るため、今の世界を壊すことにね。これで満足かしら。そろそろこのレプリカも限界のようだから。あなたは最後にどちらを選ぶのかしら。今まで戦っていたのは本物のガレナじゃなかったのか。今の話、そうですね、帰りましょう。来たな。新たな任務だ。久しぶりだね。ガレナの捜索からライトが戻った。申し訳ないことに収穫はゼロだった。君が戦ったガレナもレプリカだったと聞いたよ。それとカインが元は人間だったという話も。その件はガレナが私たちを惑わすためについた嘘かもしれない。確かに人間があんな力を持つのは考えがたい。私の方で調査を進めるので、真偽がはっきりするまでは新たな任務に注力してほしい。そうですね。では任務についてだ。これまでのベノムズの進行は現実世界を標的とすることが多かった。だがここに来てベノムズはジャンプ世界への進行拡大も進めようとしている。このままではジャンプ世界からさらなる敵が押し寄せてくる可能性が高い。それを阻止すべく悟空、ルフィ、ナルトたちがすでにジャンプ世界に向かった。
君にも彼らの応援に向かってもらいたい。頼んだよ。転送完了しました。よっ、よく来た。敵は手強い。気をつけろ。どうした諸君、こちらはいつ始めても構わない。セル、おめえベノムズの仲間になって何企んでんだ。誤解しないでほしい。私は彼らの仲間になったわけでは、一時的に手を組んだにすぎない。利用できるものは利用するだけだ。さあ、始めるでしゅう。いくら、いっちょやっぞ。なかなかやるじゃないか。注目すべきは孫悟空だけではないようだな。だがこの続きはまた今度にしよう。なんだセル、決着つけずに逃げんのか。孫、よせ。今はセルだけに構ってる暇はない。ピッコロの言う通りだ。お前たちの敵はこの私だけでは。心ゆくまでこの混沌を楽しむがいい。私も大いに楽しむとしよう。お前は先にベースキャンプへ戻れ。まだ残ってるベノムズたちは俺たちで何とかできる。おめえは他の奴らの応援に向かってくれ。転送完了しました。来たか。期待しているぜ。麦わらに革命軍の参謀総長、それにまたおめえか。勢ぞろいでお出迎えたご苦労なこった。でもよ、悪いが俺は新しい仲間のスカウトに忙しいんだ。そこどいてくれねえか。誰が毒か。急ぐなよ。くそ、ぶっ倒してやる。Thank you.
こいつ地味か。想像以上に強えだ。こりゃ参ったぜ。今日のところは退散だ。待て黒ひげ。またな麦わら。くそ。お前は先にアンブラスベースに戻れ。俺たちは残って調査を続ける。どこも戦力不足らしいからな。お前が行けばみんな喜ぶだろう。頼んだぞ。転送完了しました。やっと来たな。遅かったな。待ったぞ。今回の相手は手ごわい。けどこの3人ならなんとかなるってばよ。落ち着きかね。すげえチャクラ。ああチャクラとはわらは唯一のもの。我が物顔で乱用するにとどまらず別の世界へ持ち出すまで我慢ならぬ。はっ行け竜の息吹。まあ、行きな。助かったといったところだな。ああ、すべてのチャクラの元だってんだから強くって当たり前だってばよ。お前は先にベースキャンプに戻って他の奴らの救援に向かってくれ。どこも戦力不足。お前が行けばみんな助かるだろう。かぐやが引いたか。何？いつの間に。これ以上俺の邪魔をするのはやめろ。別に邪魔してるつもりはねえよ。ただお前がひでえことばっかすんのは黙って見てらんねえよ。ヒーローというやつか。虫巣が走る。ヒーローは世界を救う正義のため。俺はその世界を壊してやる。正義を否定し力が支配する世界を作るために。支配？そうだ。それがこの世界のあるべき姿。力を見せこの世界を作り変えてやるんさ。世界が作れるかよ。そんな簡単じゃねえ。それがどうしても正義を信じたせい。この醜い世界に殺された者がいて彼女たちだけが犠牲になっても他の者たちはぬくぬくと生きていくというか。何言ってんだ。新たな世界のために。
ドラゴンブレイカー！キリストそこだ！なんだと！まだやろうというのか。もう諦めたらどうだ。ここで止めねえと、また世界を壊しに行くんだろ。諦めねえよ。俺が諦めるのを諦めろ。やる気は十分だ。しかし、だったらいい加減にしたら、後ろの足手まといをかばいながら本気を出せ。誰かを守りながら戦う。俺は仲間を守りてえだけだ。助けに来たぞ。ナット、遅くなってすまねえ。ルフィ、それに悟空のおっちゃん、ボロボロじゃねえか。あいつそんなに強いんか。ああ、強いってもんじゃねえってばよ。三人集まればどうにかなるとでも思っているのか。そうだろうね。けどやってみねえとわかんねえぜ。力なき者は消えろ。大丈夫か？それがヒーローか。誰かを守るため。お前はどうだ。ただ守られているだけではないか。あいつの言うことなんて気にすんな。俺たちは仲間だ。仲間が助け合って何が悪いんだってばよ。都合のいいことだ。お前は目障りだ。お前のような弱者もここにいるには対し、これで分かった。力なき弱者があがいたところだ。結果はこの通り。情けねえ顔すんな。そうだぞ、お前は弱くなんかねえ。思い出せ、今までお前がベノムズ相手にどんだけ戦ってきたか。そうだってばよ。おめえはまだまだ強くなれんぞ。ガーラ、逃がすんだ。しかしここは俺たちに任せろ。ガーラ、そいつを頼んだ。分かった、行くぞ。お前のせいじゃない。お前はよくやった。あの三人なら大丈夫だ。カインの力は強大だった。自分を責めるな。オニキスブックによって悪意の種はまかれ、コズミックキューブには順調に悪意で満ちたエネルギーが蓄えられている。このまま行けば予定よりも早く現実世界とジャンプ世界の融合が果たされるわ。そしてついに最終段階の時を迎えるのね。その時こそ
私たちキーマンが全ての世界を導く。残念ながら戦況は厳しい。各地に現れたベノムズたちによって多くの都市が壊滅的な被害を受けている。悟空、ナルト、ルフィという大きな戦力を欠く中、敵の戦力はますます拡大している。カインの目的は世界の破壊。そのためにコズミックキューブを集め、何かを計画していることは間違いない。このまま戦いが長引けば戦況は不利になる一方だ。そこで一つの賭けに出る。敵の本拠地を見つけ出し一気に叩く。戦況を一変させるには思い切った決断も必要だ。敵の本拠地については僕の調査ですでに目星はついている。確証が得られるまでの間、みんなには引き続きベノムズの撃退に当たってもらいたい。すんな。そうだぞ、お前は弱くなんかね。思い出せ、これまでお前がベノムズ相手にどんだけ戦ってきたか。そうだってばよ、おめえはまだまだ強くなれそう。マスター行きましょう。残念。うわ、
て。そりゃ、奥の手だ。よし、わかった。はっ、まだまだ。うわ
さて、シャッフォトン、竜兵器、シトン、大爆弾の術、クワみんな集まったな。決戦の時だ。敵の本拠地と思われるエリアが判明した。これまで世界各地に分散する形で隠され所在不明だったコズミックキューブがここに来てあるエリアに集結しつつあることがキューブの強いエネルギー反応で明らかになった。おそらくカインたちが企てている計画に必要なコズミックキューブが集まりもはや隠す意味もなくなったのだろう。つまりカインの計画は最終段階に来ているという。悟空、ルフィ、ナルトの行方はまだつかめていないが、彼らを待っている猶予はない。今すぐ、ジェイフォース全戦力をもって攻撃をかける。目的地は、ニューヨークだ。すでに他のメンバーもニューヨークへと向かう。最終決戦、君の力を信じている。君が生み出す大きな力、思う存分に解放するんだ。期待しているぞ。転送完了しました。ひとく見たい食べ放題。皆さん、ここは通しませんよ。あなた方の命運はここで尽きるんです。このまま終わらせるのは惜しい。トグロさん、どこに行くんです？もう少し待とうと思って。真っ向からパワーをぶつけられる敵にそいつがなってくれる。賛成。ここで摘み取るのはもったいない。彼らはもっともっと美味しくなる。勝手な人たちですね。ですがそれは私も同じ。この星の生命体を根絶やしにするのに必要な手下たちも十分手に入れました。カインの利用価値もそろそろ。あなた方命拾いしたようですね。引き上げるとしましょう。アンブラスベースより通信です。無事のようだな。急いでくれ。先に向かったメンバーたちがヴェノムズに押されている。平気か、お前たち。大丈夫です。平気です。このままではまずい。連戦でみんな限界が来ている。おい、
マスター、だから平気です。マスター、デューク来てくれたか。無茶だ、逃げろ。螺旋丸、これを。ソン、無事だったか。ああ、心配かけたな。あの後3人で踏ん張ってもうちょっとで切り抜けられそうだったんだけどよ、カインが持ってた黒いゴンの力でジャンプ世界に飛ばされちまったんだ。苦労したようだな。だが戻ってくれて助かった。ちょっと見ねえうちに随分たくましくなったんじゃねえか。長い間留守にしちまって悪かったってばよ。ここからは俺たちも一緒だ。まずはこちらを片付けるぞ。ソン、助かったぞ。だが、これで終わりではないぞ。カインの計画を止めねばならん。何を止めるだと？貴様は！また会ったな。だが、今回で最後のようだ。ガレ。何かしら？俺はこいつらの相手をする。そのお前は計画を進めておけ。分かった。ジャンプ世界とつながり、現実世界は破壊された。もはや手遅れ。どんなに抗おうと現実世界もう元の姿に戻りはしない。結局おめえは何をしてんだ。ただ叩けてんなら、オラが相手してやっから、この世界を壊すなんてやめろ。それは無理。俺が望む戦いの先に破壊や造、そう世界を作り変えるための糧となるのだ。回りくどい言い方すんな。壊してえだけなんだろ。勝ったらそう言え。確かにそうだ。そうなのかもしれない。もはや俺にとってこの世界は無意味だ。正義などというくだらんものを信じたせいで全てを失った。あの時から世界の意味も違った。救いがないところ。
俺は壊したいんだ、この腐り切った世界を。ただただ壊したい。お前のやりてえことは分かった。だったら俺たちがそれを止める。さあ来い。行くぞ。まだまだ。バカだ。くそ。なんてしぶといんだ。いや見事だ、素晴らしい。なかなかに感動的な最終回だったよ。長官、なんでここに。話が違うぞ。もともとこれは私のものだよ。カイン、お前は全く滑稽だな。そしてもう用済みだ。長官、何してんだ。どういうことだってばよ。おめえ、オラたちの味方じゃねんか。誰なんだお前。そうか、名は必要だ。そうか、プロメテウス。とてもいい。プロメテウス。長官、何ふざけてるんだってばよ。そう思いたいのはわかるが、これは現実だ。少しは疑わなかった。私がなぜアンブラスを知り得たのか、なぜアンブラスにベースキャンプを準備できたのか、答えは単純だ。私がアンブラスの昔からの住人だからだよ。したのか。見ていて飽きなかったぞ。家族を失い絶望の淵にいるお前が闇に染まっていくその様は、時に己の行動が正しいのかと苦悩し、かすかな光を求めようともしたが、結局は己を呪い、他者を呪い、目の前に広がる世界の全てを呪い、闇に取り込まれることを選んだ。いや、もはやそこに意志などなかった。お前はただ委ねたんだ、全てを闇に。彼らお前もなのか。無事かしら。無論だ、ガルム。こやつらのことは任せる。邪魔されぬよう足止めを。いいわ、任せて。私がまとめて遊んであげる。
世界が終わる。逃げんのか。止まる。あら、女を蹴れるようになったの。いいことを教えてあげる。今この世界のあちこちで私のレプリカたちが暴れているわ。今さらなんでそんなことすんだ。あなたたちを試している。世界はもうすぐ滅び、みんな死ぬけれど、あなたたちは見捨てられる。レプリカたちの中に私も紛れているわ。本物の私を見つけられるかしら。それじゃあゲームスタート。アンブラスベースより通信です。みんな、ナビゲーターからの通信で長官のこと、ガレノの目論みについて聞いた。長官のことはまだ信じられない。しかし今はうろたえてる場合じゃない。ガレナの言っていたことは本当だ。世界各地であの女のレプリカが暴れ、多数の被害が出ている。だが今は長官、プロメテウスの計画を阻止することに全戦力を集中させるしかないかもしれない。何言ってんだお前。そうだってばよ。しかしじゃねえぞ。プロメテウスの計画も止めて、世界のみんなも救えばいいだけだろう。なあみんな、そうだよな。あなたたちは、わかりました。では作戦を練ります。ひとまずベースキャンプに戻ってください。ガレナのレプリカが暴れているエリアは今伝えた通りだ。早速チームに分かれて向かうってばよ。一応やってみっか。ああ、俺たちが全部止めてやる。
切り裂け、イエローパワー、ドラゴン最大の奥義、いきますよイエローパワー、力のすべてを今ここに、ロザン百竜派、このまま頭打ち抜かせてもらうぞ。逃がさないわ。バカだ。どこ見てるの。決める。
来たか。君を呼び出したのは他でもない、ガレナらしき女がニューヨークに現れた。ルフィたちベータチームと共に再度ニューヨークに飛んでくれ。準備はいいか。時間がない、頼んだ。転送完了しました。あの女はどこだ。一刻も早く探さなくては。ピッコロ、あっちだ。さあ、私は本物かしら、それともレプリカかしら。倒せばわかることだ。どこ見てるの。ここだ。これならどうかしら。くれ、行くぞ。雨かかったな。どうかしさまなんぞに。雨はめか。かかったな。どうかしさまなんぞに。行くぞ。おりゃ、そこだ。おりゃ、残念、私はレプリカよ。作られた命とは哀れなものだな。俺の知っている人造人間たちは悪人でもまだ自由があった。いや、作られた命だから哀れなのではない。自分の意志を持てないのが哀れなのだ。それは本物の人間でも同じこと。なるほど、そうかもしれんな。ピッコロ、ガラ、次の地点に向かうぞ。他のみんなも今頃うまくやってりゃいいけどな。いた、あれだってばよ。探す手間が省けたな。ジェイフォース消してあげるわ。こっちよ。どこ見てこれならどうかしら。そこね、消えなさい。えい、どう。いって、邪魔ね、そこね。それ、えい、逃がさないわ。それなら、行くぞ、ナルト、ダイ。ああ。アンブラスベースより通信です。聞こえるか、みんな。ガレナの居場所が分かった。一足先にサンジが向かっている。サンジ？あいつ女は蹴れねえんだぞ。今から座標データを送る。すぐに向かってくれ。わかった、任せろ。行くぞ。よくここがわかったわね。でも残念、結局あなたは私を攻撃できない。そうでしょ。ああ、
俺は死んでも女は蹴らん。だからといって君を逃がすつもりもねえ。それじゃあ一体どうするの？仲間が来るまで足止めする。抵抗するわよ、全力で。ああ、煮るなり焼くなり好きにしろ。そう、ならお言葉に甘えて。サンジ！遅かったじゃねえか。あとは頼むぜ、船長。お前、わかった、任せろ。誰が来ても同じこと。あなたたちの今の実力ではね。ごちゃごちゃうるせえ、行くぞ。なかなかやるじゃない。でも時間は十分稼がせてもらったわ。そうでしょ、プロメテウス。ガレナよ、よくやってくれた。お前、いいのよ、すべては私たちキーマンの未来のため。キーマンの未来のため。確かにそう。ねえ、いつまでそこで見ているの？さあ、助けてちょうだい。すまんが、それはできない。はあ？どういうこと？ガレナ、お前はよく働いてくれた。キーマンの未来のために。だが、世界が一つになるのならば、キーマンは一人で十分だろう。プロメテウス、裏切るつもり？そろそろ時間だ。私はキーマンよ、プロメテウス、許さないわ。プロメテウス。あいつのことまで利用してたのか。キーマンの未来のため、致し方ないだろう。お前、現実世界とジャンプ世界は壊れた。キーマンによる新たな世界の創造はすぐそこ。その時が訪れるまでしばし待つがいい。ガレナのレプリカを片付けんのにだいぶ時間を食っちまったってばよ。本体じゃねえっちゅうに、えれえタフなやつだったな。ん？どうしたナルト？あれ、のんびりしてらんねえってばよ。早くプロメテウスを倒さないと本当に世界が壊れちまう。ん？避けろナルト。誰だ？すっかり囲まれちまったみてえだな。どうする、悟空のおっちゃん。こいつら黙って通しちゃくれねえだろ。一丁やってみっか。おう！おいサスケ、足手まといになるなよ。それは俺のセリフだ。生意気なガキだ。口だけじゃないところを証明してみせろ。言われるまでもない。
だがこの程度でこの俺を倒せると思っているのか？いや、違う。おそらくこいつらは俺たちを足止めするためだけの捨て駒だ。プロメテウスめ、小賢しい真似を。あそこにあいつがいるんだな。ルフィ、あの中はアンブラスじゃ。アンブラス？俺たちのベースキャンプがある場所か？そうじゃ。現実世界とジャンプ世界の狭間に位置する異世界。そこでプロメテウスは計画を実行するつもりなのであろう。邪魔をするでない！ルフィ、ここはわらわに任せるのじゃ。ハンコク、頼んだぞ！行くぞ！さあ来るがよい。わらわが相手をしてやる。無事か、ハンコック。わらわの名を気安く呼ぶでない。名前呼んで何が悪いんだよ。で、ルフィたちは？ルフィたち、アンブラスへ向かった。そうか、悟空とナルトも向かったところだ。私たちも早く後を追いたいところだが、そう簡単にはいかぬようだな。この冷圧、まがいものじゃねえな。プロメテウスに目的を達成されると困るのだ。私にとって都合が悪いのだ。私たちと戦う意志はないというのか。私は常に私を支配しようとする者を打ち砕くためにのみ動く。お前を信じたわけじゃねえぞ。承知している。では始めようか。相手出てきやがった。ここは私が引き受けよう。お前たちはアンブラスへ向かうがいい。平気なのかよ。愚問だな。そうかよ。じゃあ頼んだぜ。行くぞ、ルギア、ハンコック。ここはアンブラスなんか？おお、お前ら来てたのか。ルフィ、無事だったか。よし、やっと合流できたってばよ。しつこい奴らだ。これ以上私の邪魔をするな。ダメです、もう逃がさねえぞ。おめえ、一体何がしてんだ。私はキーマンとしての真の役目を果たそうとしているだけだ。キーマン？私はこのアンブラスの住人であり、その中でもキーマンと呼ばれる者の一人。キーマンはオニキスブックの力を使い、ジャンプ世界の出来事を物語として現実世界に送り届け、それによって
現実世界の住人たちに働きかけることを使命としていた。双方の世界に直接的に関与することは禁じられ、この狭間からただ世界の動向を見守るだけ。オニキスブックの力をもってすれば、世界などすぐに変えられるというのに。長い長い時間、愚かな人間たちをただただ見続けるだけの毎日。人間たちはくだらぬことで悩み、迷い、過ちを犯す。我々の働きなどまるで意味をなさない。私は耐えかねた。故に私は直接お前たちを導くことに決めた。導くだって？世界を一つにまとめた上で、唯一絶対の神として私が君臨する。それこそがキーマンの真の役目だ。勝手に決めんな！人間よ、お前ごときでは私に傷一つつけられまい。そんなことやってみねえとわかんねえぞ。あんま甘く見ねえ方がいいぞ。いや、わかる。殺しはしない。ただ返してもらう。大丈夫か？何しやがった？返してもらった。私が生み出したコズミックキューブ、善と悪、そのどちらにも強いエネルギーが宿る。私はコズミックキューブを生み出し、そのエネルギーを集め、世界を一つにする力を得た。お前たちは初めから私の手の中にいたのだよ。それでも戦う意志を捨てない。あがいてみる。だから言ったではないか、お前では私に勝てないと。これ以上抗うな。このまま静かに眠るがいい。だったな。ヤガミライト、何のつもりだ？僕にも事情があってね。キーマンとかいうやつは大した。死に損ないが。するつもりだ。お前ならできるはずだ。最後まで自分を信じたお前なら。プロメテウス、人間を
舐めるな。どこまでも愚かな奴よ、カイン。お前のコズミックキューブに飲み込まれているではないか。だから言ってんだろ、甘く見ねえ方がいいってよ。なんだと。何？任せたってばよ。たかが人間ごときが。そう簡単に通しちゃくれねえか。こんなところで足止めを食っている場合じゃないぞ。もう時間がない。このままだと現実世界とジャンプ世界が完全に融合する。ここはあいつらに託すしかねえみてえだな。腹立たしいが仕方あるまい。カカロット、ルフィ、ナルト、任せたぞ。世界を救いやがれ。どうした、これで終わりか。大丈夫か。さすがにきつそうだな、このままじゃ。オラには考えがある。考え。みんなの元気をあげてもらう。元気？おい、もうちょっとの間踏ん張ってくれ。おめえならできんだろう。みんな空に手あげてくれ。みんなの元気分けてくれ。よくわかんないけど手をあげればいいんだな。こうか。妙な真似を。よかろう。まずはお前から消し去ろう。さあ来い。バカな。何を笑っている。この私に本気で勝てると思っているのか。人間ごときが調子に乗るな。私は新たな世界を滑る存在。私の邪魔をするなど許されんのだ。ここまでだ。消えろ。消えんな、おめえだ。何？今のは危なかった。だが残念だな。どうやらこれ以上歯向かう力は残っていないようだな。悪あがきはここまでだ。どうかな。まだまだあがくぞ。そうだってばよ。あとは頼んだ。なんだと。
小賢しい真似を。これで最後だ。来い。なぜだ、なぜ人間ごときにこの私が。よくやったな。すんげえなお前。ほんとだってばよ。そんなこともわからないのか、リューク。世界をより良くするために決まっているじゃないか。僕はいつだって世界のためを思って行動している。今までも、そしてこれからも。そしてそのために僕は必ずデスノートの力を取り戻す。ここにいたんですか。探しましたよ。そろそろパトロールの時間です。世界を融合させようとしていたプロメテウスの計画は阻止できたものの、まだまだ世界の情勢は安定したとは言い難いですからね。あの日、世界中に飛び散ったキューブの回収に、消えたオニキスブックの行方、消息がわからないライトさんのことも気がかりですし、未だこの世界に残っているフリーザや黒ひげといったジャンプ世界の敵たちの動向も気になります。まだまだやらなければならないことは山積みですよ。さあ、いや違いましたね、長官。これからも俺たちJ-Force、正義のために頑張りましょう。